はい、皆さんこんにちは、ノアです。で今回が、はい、こちらコンダーの UR カードスーパーベジット、これをパラパラブラザーズと一緒に使っていきたいと思います。というのもね、ベジットが自分チームのチャージインパクトの勝利回数がそのラウンドで4回以上だった場合、自分チーム全員のパワーとガードが2倍になるというアビリティを持っております。で毎回の永続というかなり使いやすい、ちょっとテクニカルなカードではあるけど、このパラパラブラザーズと合わせればチャージインパクトの回数が格段に増えるんですよ。っていうのもね、この3人相手チームの連携アタックを封じます。まあ簡単に言うとそんな感じなんで、この連携アタックを封じた時にみんながこうバトルタイプ孤立するから、相手が7枚出しちゃったらチャージの回数これ7回になるんですよ。で自分チームのチャージ回数も加えれば、まあ、ほぼほぼ4回はいけるかなっていうところで、まあ、相手が1枚出したかだったらちょっときついけど、まあ、7枚とか5枚とか出してくれれば、まあ、相当ベジットでパワーガードを増やせるんじゃないかなと。でさらに今回開幕ユニットで寄せてるので、1ラウンド目で時々弾を取ることによってパワーが5000乗っかった後にこれで2倍にすると、まあそれでもう時々弾5000のところ1万プラスみたいなもんなんで、そんな感じでパワーをもりもり上げて、まあガードも上がるっていうことなんで、まあおのずと耐久力も上がっていくのかなと。さあ今回のデッキはかなり面白いと思う。絶対面白いでしょ。まあ純粋な CI 勝負っていう感じだね。さあ記録妨害デッキに、あー魔人とはが加わってる。あ、魔人とはか。じゃあ相手も結構出してきそうな感じだね。なるほどね。いや待って待って待って、 HP 差がえぐい。これ破壊神でただでさえ HP 低いのに、こいつらが1700とかしかないから、まあ HP の差はひどいんですが、ドンドッと、はい、これで連携封じてパワーガード記録を半分にしたので、1ラウンドの先行取れるに行けるし、そうだね、パワーガードがなかなかいいのかなと。いやーどうだろう、時々取れっかな。やってみよう。はい、エナチャ使って時々玉取れるか。ボンドッポー、あ、いけるいけるいける。お、すげえギリギリ、超ギリギリ時々玉取れた。暗黒王フューがエリートにかかったからギリギリ取れたね。まあ、トランクスでもセーフだったけど、よかったよかった。はい、これで時々玉はもう1ラウンド目から確保できたので、まあ、プラス5000の恩恵とミラクルとエナジープラス2と、まあ、ダイレクトダメージ 1.1 倍と、まあ、モリモリだね。さあ1ラウンド目から結構削っていけそうなんですが、相手はまあジレンの1枚出しと。まあでも亀裂は狙えるでしょ。で今回破壊神エリート採用してる理由として、これ気力を半分にした後にこれが相手のアタッカーの気力を下げるんですよ、アビリティで。まあ、なのでそういった意味でかなり亀裂も狙いにいけるのかなと。いったところでエリート破壊神を採用します。であとはまあ単純に使いたい、これはもうね本当に単純に使いたいなと思って採用しております。いやー強いね。あー1ラウンド目から切っちゃう。あーなるほどね。やろっか、これやろう。チャージ速度速くするんで、まあその分決めやすくなるっていうのと、一人だけでも攻撃回数増えれば、まあ、相当これの発動簡単になると思うので、ちょここはもうがっつりロックオンかけていこう。はい、異例な破壊神マックス行くパラ、やるパラよ。さあこれ気絶させたいな。これ気絶させたら結構熱い。すごい HP だね。あ、そういうこと。うっそ、そんな硬い。やば。あー最速当たり前のようにしてくるね最近はもう。さ昔なってだったらこれだもんな。いや昔はねシャンパでどうにかなっちゃったんだけど、今思えばそのシャンパが出たことによってみんな最速を押す努力をしてたイメージがあるんで、ね、
まあ押せるよね。あと3回勝てればベジットが続く。さあ硬さ十分だけど、おっ、めっちゃかっこいい。え、いいね、アルティメットビッグマンアタックめっちゃいいじゃん。多分魔人ブーに使った時のやつだね。ダメージはこうやって与えるんだよみたいな、なんかそんなすぎじゃなかったっけ。いや、いいですね、いいですね。しかもこれ気絶したから確実に CI に勝つこともできるし、これ魔人トアがいる限りあんまチャージに負けていい場面がないんだよ。そこがきつい。はい、であと2回、あと2回勝てれば OK。 わー、からのスピッツアド、はい、ベジットつながり、まあ硬いけど、この攻撃とジレンの攻撃どっちも勝つしかないってことか。結構きつい。あー、これはどうかな。あー、うめーうめー、全然わかんない。なかね、キーソードロックやるか。さあこれなんですけど、キーソードロックのチャージインパクトはどうなんだろうね。あのカウントされるのかなと思ってさ、どうしよっかなこれ。まあ魔人とはでしょう、魔人とは止めとこっか。ちょっと上手すぎませんか、ちょっと上手すぎませんかね。マジで言ってんの。うーわ、チャージやばいんだけど、マジで。マジか、すごいね、すごいね。ちょっと待って、異常じゃね、ゴッドボス超えてね。いや、てか硬すぎじゃね。もう1万あったの。魔人とはがおかしすぎんだよね、あれ、ぶっ壊れてる。うーわ、きついな、これ。面白くなってきたな。とりあえずソンパラ打った。で、まあ、ここも先行取りに行こっか。ポッポッポ。いや、2万はいらないっしょ。ちょっとだけ下げようか。まあこんな感じで1万8000あればさすがに取れると思う。どうか。やばすぎ。どうか。よし、入った。でかいでかい、これ入ったのでかい。さあ火力も結構出んじゃないかな。さっきはもうジャネンバベビーで2万8000削られてたけど、今回はなんもない。はい、おー強っ。強っ。うわ、どうかな、これこのラウンドでいけるかもしんない。しかも4000ミサイル仕込んでるから。いやー、かっけーかっこよすぎ。涙出る、これめっちゃかっこいいんだけど。かっけーあー、いいね、演出もいいね。はい、からの豪華2本立て。さあ合体選手の一撃を食らうがいい。さあこれも結構係数が高いので、なかなかの火力。おー、熱い。からのパラパラが3連発。あ、いいダメージ入ってんじゃん。なかなか係数高そうだな、これ。ほら、なんか同じぐらい入ってなかった。はい、でカウンターラッシュ、フリーズアタック。この場合トランクスゼノがフリーズされちゃうんですけど、破壊神がフリーズされなかったのはラッキーだね。これでスターブレイクと、龍拳、ダブル龍拳、トリプルアタック、4つ追撃があって、あと4000ミサイル。これはいったんじゃないか。ジレンが硬いからあそこにだけ行かなきゃね。あー、かわいいな。美女対決だね、これ。いいね、ダブルでかわいいからなんかお得だね。カウンターされてもかわいい。まあでもこれはね、
アバターじゃなくてよかったって考えれば、うん、アバターだったらカードアクション2つ封じられてたようなものなので、まあまあラッキーだったかなと。で4000ミサイルがあるからこれでほぼほぼもう多分持っていけると思うんだけど、うん、よっぽどジレンに入らなきゃね。あいつ今ガードが1枚上がってて、まあ、だいぶ厄介だから、まあ、ジレンに入らなければって、はい、結構強いな、結構強い。はい、そして必殺の4000ミサイルで、さあ残りいくつだ、これで残りいくつ、あー龍拳どうしよう、あベジットで行こっか、ここ主役なんでスーパーベジットの龍拳やっていきましょう。オッケー返して、あーかっけーかっこいい、うわかっこよ、マジで新ビジュアルベジット超かっこいい。しかもパワープラス1万の軽減無効、まあ龍拳の方がも強いという、これは1万上げた後に2倍にしたら相当火力入んじゃないかな。しかも軽減無効でそれ強そうだね。うわ強い、ドーン、うん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 、あオッケー、じゃあダブル龍拳で終わらせよう。じゃあこれもベジット6で、いやいいですね、ダブル究極龍拳でダブル合体戦士、あーいいねいいね。まあ合体戦士は基本的に自分は金髪の方が好きなんで、どちらかというとこの2人だったらあのスーパーベジットの方が好きです、はい、これはベジットの動画だからっていうか、もう普通にベジットの方が好き。最初にさ少年時代に憧れを抱いた初めてのドラゴンボールとかサイヤ人形態ということで、なんかそっちの方が印象が強いんだよね自分の中で。神の木よりもこの金髪のスーパーサイヤ人の方が好き、はい、もっと言ったらフォーがね一番好きなんだけど。 OK ということで、いやー落とせた結構火力エグかった、いや2倍かかんなかったけどかなり火力出せましたね、うん、やっぱりパワープラス5000最初に恩恵得てたのがだいぶでかかったのかなということで、結構いいバトルだったんじゃないでしょうか、はい、まあ、今回はこちらでスーパーベジット&パラパラブラザーズ使ってバトルスポーツスタジアム挑戦させていただきました。まあ、今回は発動をお見せできなかったんですが、これね成功するとパワーガードが自分チーム全員2倍になるんですよ。で破壊神みたいな高ステータスのアバターのパワーガードを2倍にすると、まあ、元のパワーがこれ1万5000ぐらいだから3万のガードもまあ1万4000とかいくのかなといったところですけど、こういう高ステータスのヒーローアバターをお持ちの方はぜひ、ね、使ってみてください。はい、あと時々のパワーもね、まあ、きっちり2倍にすることができるので、かなりね、まあ、上級者向けではあるものの使いこなせればめちゃくちゃ強いなって思いました。はい、あと HP は3800あるんだね何気にね。ということでご視聴ありがとうございました。じゃあね、今日のノアチャンネルは終わり、また見てね。